今日はそのイエス・キリストの誕生の様子を賛美歌を交えながら見ていきましょう。旧約聖書の時代から人々は預言者によっていつか救世主が生まれるというお告げを聞かされており、人々は今か今かと待ち望んでいました。拍手をいただきありがとうございます。まずイエスの生い立ちですが、父ヨセフ、母マリアのもとに生まれました。ヨセフは大工で、決して裕福な暮らしではありませんでした。ある晩、マリアのもとに天使が現れ、あなたは一人の子供を身ごもると告げられます。その後、現在のパレスチナという国のベツレヘムという町でマリアは出産したと言われています。タイミングで拍手をありがとうございます。そしてその出産の時にベツレヘムのその町の上に不思議な明るい星が現れたと言われています。それはよくお話にもありますように3人の東方の博士が見つけることになり、そしてまた愛ので羊を飼う羊たちの目に留まることになるのです。
この羊飼いたちに一番最初に神様はイエスの誕生を告げたわけです。それは神様がお金持ちや裕福な暮らしをしているそういった人たちを優遇するのではなく、救いは貧しい者たちと共にあるという神様のメッセージだったのかもしれません。その訳は、世界中の人々に神様の愛とそして救いを伝えるためです。それは神様の住んでいらっしゃる天上におけるその栄光がこの地の上にもあるようにというメッセージなのです。そのイエスが生まれた時、多くの羊飼いやその星の輝きに気がついた人々がイエスに会いにベツレヘムを訪れたと言われています。聖書の中でイエスは、私は良い羊飼い、あなた方は羊ですと言っています。この羊こそ人類の象徴であり、イエスの救いを慕って集まってくる人々を表しているように思います。Oh.
皆さん、クリスマスについて少し分かっていただけないでしょうか。このクリスマスの本当の意味を知って過ごすクリスマスは、ちょっといつもよりも特別な感じがすると思いませんか。それでは最後に、皆さんのクリスマスが祝福に満ち、そして素敵なものとなりますように。